今日は何の日のコーナー。本日3月5日はサンゴの日です。本日お誕生日の方おられましたらおめでとうございます。ちなみに本日お誕生日の著名人の方には松山健一さんがおられるようです。ガンツめちゃめちゃ好きだった。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方おられましたらおやすみなさい。夏場です。今回もウェブ2020 HE やっていきたいと。ちなみになんですけど、本日3月5日ユナイテッドのセンターバックハリー・マグワイア選手がお誕生日らしいですね。てことでヒカックさんにねお祝いメッセージを送ってみました。今日マグワイアのお誕生日らしいです。ヒカックさんおめでとうございます。ありがとうございます。でおい、しっかりと乗りツッコミをしてくれました。この返信までの時間約30秒。マグワイア選手おめでとうございます。てことで本日はね、昨日の週刊 FP ガチャでもお伝えしてた通り CL ガチャの方引いていきたいと思うんですけれども、チャンピオンズリーグセレクションガチャがね今回来てくれているということで、こちらも大盛り上がりでかなりテンションも上がってるんですが、昨日の FP で私神引きできて、まあ、その反動でね見てくれた方多いと思うんですけど、アイコニック配信過去最高レベルに沼ったんで、まあ、逆にそのアイコニックの反動で CL ガチャは神引きできるのではないかなとね思っております。ということで早速欲しい選手見ていきたいんだけど、まあ、いつもだったらねガチャ動画では欲しい選手の能力値とか軽く触れてたりするんですが、もうすでにねいろんな配信者さんがねレベマ数値等載せてくださってますので、今回はその辺サクサクっといかせていただこうと思います。それでは欲しい選手どんどん見ていきましょう。神ガチャがついに来ましたね。ほん本当にね、もう欲しくない選手が存在しないガチャってみんな欲しいレベルなんだけど、まあ、とにかくね被らなければ今回神引きかなって感じで、まず欲しいのはこの方ムバッペ選手ですね。まあまあ当たり前かなって感じで、6度目の FP 登場選手ですと今回ね過去1レベルで強化されて登場してくれてますね。レベル数100まで上がりまして、ボールコントロール、ドリブル、スピッシュを全て完走しますと。えぐすぎ。私ね101ムバッペ持ってないんで、絶対に今回当てて乗り換えていきたいと思ってます。ガチャスカの可能性はとくとく特大です。ということでキリアンムバッペ選手狙っていきましょう。2人目欲しい選手はこの方、ジャルム、間違えました、ジャバル・ムシアラ選手ってめっちゃ感じだったけど、17歳の若手選手がね降臨してくれましたと。初 FP 登場でなんと銅玉から超強化されてきてくれましたね。ノーマル総合値84の金玉で登場してくれましたということで、レベル総合値99まで上がりまして、ドリブル、ボールキープ、瞬発力95以上まで上がりますね。ミドルシュートがね追加されてきてくれている、まあ、結構スキルも豊富ですし、めっちゃ使用感気になる選手なんで、当たってくれたら超絶嬉しいです。ということでガチスカの可能性は特大です。ムシアラ選手狙っていきましょう。まあみんな強いのは当たり前なんだけど、まあ強いて言うのであればアリソン、モドリッチ、カンセロ、この3人はね私 FB 持ってるんで、それ以外の選手が来てくれたらもうバン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 ザイって感じで神引きですね。ってことでね、かぶりなしを願って引いていきたいと思います。1回目いきましょう。いきます、一斉のでさあいかがでしょうか。どこの国が来てくれるかで結構変わってくる。フランス来い。うわー、イングランドか。イングランド結構選手多いんですよね。どうでしょうか。チェルシー、ありがとうございます。アスピリクエタ選手来てくれました。右サイドバックはめちゃめちゃ強いんだね、アスピリクエタ。いやーありがとうございます。今週 B ということで使っていきたいですね、右サイドバック。ありがとうございます。まあまあプジョル持ってるんで、まあ、その辺ちょっとね使ったと相談しながら決めていきたいと思います。ということで2回目引いていきましょう。いやーやっぱりシールガチャめちゃめちゃ心躍りますね。2回目一斉のでフランス、マジでフランス来てほしい。マジでフランス来てほしい。本当に。あーポルトガルや。ポルトガルはね、ムサマレガ選手一人なんですよね。ありがとうございます。ということで、まあ今のところ被ってないので、神引き直行してはいるんですけど、私は超絶神引きをしていきたい。欲しい選手しっかりとね、狙っていきましょう。ラストですね。いやー、3回しか引けないのがもどかしすぎる。ラストいきます。一斉のーて、金玉かフランス。頼む、マジで。さあどうだ、マジで、マジでフランス来てほしい。マジでお願いします。来た来た来た、お願いします、お願いします。7番、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 7番。あ、マジか。なんかさ、昨日の FP ガチャと全く同じ反応をしている。ガチで嬉しい時のこの声にならない。ってやつね。超絶神引きでした。もうこのために多分昨日のアイコニック死ぬほど沼ったんだろうなって思えるぐらい、まあ、めちゃめちゃ嬉しいですね。おバイエルの服を着ている。ムバッペ選手ありがとうございます。神引きできた。ということで、今回のガチャはここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。夏島でした。サクサクっと引いていきましたが、よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それでは、またね。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。今回も100の質問やっていきましょう。今回はね、好きなケーキの種類はってことで、私チョコレートケーキが一番好きなんですよね。いちごの乗ったね、ショートケーキとかも好きなんだけど、甘いチョコケーキが大好きですね。まあけどね、1ピースっていうのかな、あの三角形の全部食べるの結構苦労するんだよね。全然甘党じゃないですよね、実は。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね、バイバイ。